ハムさん。お、はい。こちら持ってください。なにこれ、すごいね。カニ？カニです。ね、どうした？今回ですね、QVC さんからカニをご提供いただきまして、あら、これを使って料理をしてほしいんですけど。ありがとうございます。任せてください。お願いします。皆さんどうも、早見もこみちです。さあ今回はですね、QVC さんからカニとコンロを提供していただきました。なんかこのカニはですね、経験豊富な目利きの方が厳選しているんだそうです。それじゃあこのカニを使ってね、早速作っていこうかに。こんだけ量があると一品で作るのはまあ、難しいので、ちょっといくつかね、やってみようかなと思います。ズワイガニと毛ガニ、すごいじゃない。見てこれ、ちゃんと切ってある。スッと。あ、香りがしっかりあるね。いただきます。うま。うわ、甘い。うまみと弾力がすごいあるね。うわ、おいしい。こういう形でさ、カットしてあるのはさ、非常にありがたいですよね。うん。持ち込むのも大変ですもんね。そうそうそう。早く作ってくるみたいな。ちょっと食べちゃいましたけれども、いや、すごい美味しいんで、そしたら今日いくつか作ります。これいっとくか。すごいね。ズワイもいきますか。で、いくつか食材、野菜があるんで、それらを切って作っていこうかな。まあ、料理といってもね、まあ、その素材が美味しいんで、まあ、ちゃちゃっと簡単に作っちゃいます。玉ねぎ、にんにくで、最初はちょっとほぐさないで、身がぎっしり詰まってるもんで、温まったんで炒めていこう。これで28か、すごいよね。広いから炒めやすいわ。で、もちろんカニはそのまま食べるのがね、すごく美味しいんだけど、でもやっぱり最初に作る料理はご飯ものがいいんじゃないかなって。ここにご飯を入れちゃいます。で、バター入れて、ほんの少しの塩と胡椒でいいよ。よし、スープだ。さっきのカニを、これをもう乗せていく。そしてこれをここだ。よし、でこれで蓋をして炊いちゃおう。 QVC 見たりする？サイトとかホームページって見たことある？ちょっと見てみたい。幅広いですね。ファッションとかジュエリー、まあ、美容健康、すごいね、いろいろあるね。トラベルグッズ結構俺ね、気にしちゃうね。なんかね、自分で買い物行って探す楽しさもあるけど、でもこういうところで細かくいろいろとさ、紹介してくれるからさ、こういったトラベルグッズもすごい機能性が多いもん。機能的、結構そういうの好きなんだよな俺。さあ炊けました。うわ、香りすごっ。これでちょっとだけ刻んだ板パセね。さあ一品目できました。これはですね、カニのピラフの完成。まだあるんで次ちょっといきますか。じゃあ続いて二品目なんですけど、個人的にこれが好きだね。パスタ、簡単なね、トマト系でいこうかなと思います。これまた甲羅使っちゃうか。っていうかさ、カニ味噌すごくないかい。ほら、ぎっしりだよね。で、これをね、ほぐしていきましょう。いや、でもびっくりだわ。本来ならこういったカニ味噌も本当はね、そんなに入ってなかったりするんだけどさ、こんなにぎっしり詰まってると思わなかったな。ほら、うわ、よし、こんな感じだ。いいね。さあ、ここからちゃちゃっとね、簡単パスタ作っていくんだけど、トマトソースでいこうかな。またこのコンロを使って、よし、ここにニンニクだ。そしたらトマト缶、よいしょ。うわ、カニのね、パスタ久しぶりだな。なんかエビとかはね、あったりするけどさ、カニのパスタになるとまたちょっとね、ランクアップするもんね。バター、コンソメ、白ワイン、バジル、うー、入れちゃいます。よいしょ。これ絶対おいしいでしょ。ここに移してさ、
チーズ。さあ、カニのトマトソースパスタの完成。さあ、続いて3品目、中華系。カニのね、麻婆豆腐。もうじゃんじゃん作っていこう。ニンニク、生姜刻んで、あとネギも切っちゃおうかね。サラダ油を流して、そしたらカニの前にひき肉炒めていこうか。刻んだニンニクと生姜も入れて。でもこれやっぱ広いから作りやすくていいな。よし、じゃあ今のうちに豆腐切っちゃおうか。よし、そしたら続いてカニなんですけど、甲羅のね、下のお腹の部分、こうやってほぐしたの。また爪を使っていこうかなと。で、一緒に炒めちゃう。豆板醤、甜麺醤、お酒、お醤油とスープ。もうなんかすごい本格な感じだね、この色ね。もう豆腐は塩茹でしないで、もうこのまま入れちゃおう。火力を弱めて蓋をして、もう 3,4 分ぐらいじゃないかな。よし、じゃあ蓋開けちゃおう。うう、ちょむそ、ここでネギ。こんな贅沢な麻婆豆腐ないよ。水溶き片栗粉。そしてね、せっかくだからね、こう山椒とシャンツァイ。よし、3品目、カニの麻婆豆腐の完成。いやいや、すごいよ。まだあるもん。だから4品目いきましょう。焼きそば作ってみましょう。これが広いからね、なんかね、こう炒めたり焼いたりしたいのよ。もう玉ねぎも簡単に切ってっちゃって、キャベツもザクザクっと、人参、しめじ、いやー、いっぱい入るね、すごいわ。ニラも切っとこうかな。これはもう仕上げだね。さあ、これね、下の部分と、それと爪、爪は10本だね。ダイレクトにもう、うわーっと香りがね、すごいもんな。爪入れちゃおうかな。もうちょっとしたパーティーだよね。で、塩と胡椒、ちょっとお酒ね。これでまた麺もほぐれるからさ、まあソースだよね。さあ、4品目できました。カニの焼きそばの完成です。まだまだ残ってるから、もう一品いけそうだね。カニといったらやっぱ鍋いきたいよね。でもこのカニと、あと野菜とかもこれも自由なんだけど、もう人参、春菊、白菜、ネギ、まあ、長ネギだね。それと椎茸、えのき、これを用意しました。こっちもいっとくかな。そしてこんな人参も可愛いんじゃない。醤油、お酒で、お出汁を注いでさ。これでグツグツしてきたね。ということで、さあ、5品目、カニ鍋の完成。ではこれをいただきましょう。さあ、5品作っちゃいました。すごいね。しかしね、早速いただきたいと思います。いただきます。いやー、もうこのカニ尽くし、カニ三昧ですよ。うわっ、めちゃめちゃうまいわ。身もしっかりしてるんで食べ応えがありますよ。ご飯全体にこのカニの旨味がしっかりね、入り込んでるね。さあ、じゃんじゃんいっちゃいます。うー、いただきます。うん、やばい、まんまミーヤだね。味噌も入ってて、しっかりね、あのほぐしたカニの身がね、絡んでんだよね。で、またトマトと合うんだわ。麻婆いってみるか。カニのね、爪が入った麻婆豆腐なんてないでしょ。これもまたおすすめ。これさ、一緒に入れてさ、ちょっと煮たじゃん。めっちゃ染みてるんだよね。辛いんだけど、カニのこの甘みがあるからちょうどいいんだよね、相まってね。そして焼きそばだ。
もうま。最後に作ったカニ鍋、カニ行きたいとこなんだけど、このお出汁よ、気になるところは。最高っすね。こんだけたくさん入ってるからね、もう旨味がすごいよ。少し香るとかじゃなくて、しっかり香って味がするというね。うー、来た。うわ、すごいね、身がね、しっかりしてる。見ててわかる。うまい。なんかね、何もつけなくていい。いやー、めっちゃ食べたね。めちゃめちゃうまかった。なんかカニでさ、こんなにね、いろんな広がりがあるんだっていうね、また新しい発見もあったし、でそれとね、もうこっからね、ごちそうさまって言いたいところなんだけど、ちょっとスープ残ってんじゃん。もう一品作っちゃいます。実は残りがあったんだよ。もうこれでラスト、うん、さあ温まってきたよ。そこにカニ残り入れちゃえ。でご飯だ。この旨味をさ、ご飯に吸わせてさ、ちょっとほら、汁気がなくなってきたでしょ。よし、ここでチーズだ。刻んだイタリアンパセリ、めっちゃうまそう。これやばいよ。よし、残りのお出汁でカニのリゾット作っちゃいました。といただいちゃいます。もうお米一粒一粒がめちゃめちゃうまいね。もう旨味がしっかり入り込んでて、もうとにかくもう風味、味、これはやみつきになりますね。いや、めちゃめちゃうまい。うわ。さあ、ということで今回いろいろとですね、ご提供いただいた QVC さんからなんですが、動画が公開されている12月13日の翌日14日にですね、いろいろな商品を24時間紹介するクッキングデーが開催していますので、テレビやスマホでぜひぜひ見てみてください。このカニもなんですけど、今回のコンロなど他にもいろいろな商品がお買い得価格でたくさん紹介されていますので、めちゃめちゃおすすめです。僕も今回いろいろとね、サイトを見たりしたんですけど、あの炭火焼きとかで焼いたこう宮崎地鶏のセットとか、いろいろ面白いね、商品もね、たくさんありますんで、気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひ見てみてください。いや、本当に美味しかったです。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。しっかりカニの香りが、うん、ソース、うん、に負けてないね。カニの旨味がね、熱々だ。あ、すごい来た。うわ。